新春恒例となる東京消防庁の出初め式が開かれ、消火活動や救助の訓練が披露されました。演技始め。こちらは出初め式でおなじみのはしご乗りです。はしごの船体に両手をかけ、それを起点にして逆立ちをし開脚する技は日本射手と呼ばれています。消防団員が繰り出す技の数々に会場からは大きな歓声が上がっていました。また今日は災害時の初期対応を迅速化するためファーストエイドチームが発足しました。このチームでは三輪の小型電気自動車を全国の消防で初めて採用し、大型の消防車がたどり着けない災害現場などで初期対応に当たります。そして応急救護など素早く活動することを。この黒い服を着て活動しているのは爆発災害にも対応した特殊な部隊です。怪我人を迅速に救出できる特殊な車両内に収容しています。さらに不審者が有害な物質をまき散らし、ガスを吸った人たちが次々と倒れました。東方式隊長の到着です。これより東方式隊長による災害現場への指揮が統制され、消防活動を行っていきます。現在化学機動中隊が有毒ガスを発生している中で、オレンジ色の服を着て怪我人を救助しています。このオレンジ色の化学防護服は化学災害に対応するハイパーレスキュー隊や化学機動中隊に配置された特殊な装備です。現在地面にあった要求者救助除染車と呼ばれる車両の中で体についた有害物質を取り除いてから医療機関へと搬送されます。発生した有毒ガスは化学機動中隊により無毒化され、危険を排除しました。建物現場の救助活動を完了されます。これから救助部隊による逃げ遅れた人たちの救出活動
の人が手を振って助けを求めています。これより救助隊が3連覇しを活用した救出活動を行います。ドローンからの映像は中央のコマンドカーに映し出され、救出を行います。屋上で助けを求めている方には車椅子に乗っている方もいるようです。下の建物をご覧ください。建物から大量の煙が上がっています。火災が発生したようです。大量救出ができる新型はしご車です。車椅子の方にも対応でき、最大5名までの搭乗が可能です。消防隊が建物内に取り残された方を救出してきました。救出された方は救急隊に引き継がれ医療機関へと搬送され、救助活動を完了した隊員がロープを使い一斉に脱出しました。